どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、このバンテージってものをちょっと紹介したいなと思ってます。格闘技に使う道具の中で最もね、ポピュラーなものじゃないかなと思います。バンテージを手に巻いて拳を痛めないようにして、こういう風なねパンチンググローブ、ボクシンググローブを腕にはめるわけなんですけども、昔は紐で結んでいたんですけど、今はねマジックテープで簡単にこうやってつけれるんですよね。着脱がすごく楽です。でピシッと締まること、それから握り方ね、握り方のトレーニングもちょっとしないといけないと思います。ちょっと軽く握ってインパクトの瞬間にグッと握る感じ で握った瞬間に力を抜くとパッと戻ってくるというね。あとパンチってのはこうちょっと外しますとね、こういう風にボクシングみたいに横に当てるパターンと縦に打つパターンがあるんですよね。中国武術ってのは大体こう縦に当てていくんですね。まあそういった変わりがある、違いがあるのと、バンテージはどちらにしても拳を痛めないようにやっていくっていうことになります。それからね、この牧人の使い方なんですけども、これはねまっすぐパンチが向こうから来ているよっていう想定でどのように受けるかってことなんです。例えば外に弾く場合は、背の低い人がパンチを出してきたら上からこう弾くんですよね。上からこう弾いてこっちで入れるという形になります。こうね、こうですね。だから型としてはこういう風になるんですよ。こういう風になってこう刺していくっていうところになりますね。で、背の高いやつが今度ね、向こうからパンチがやってきた場合は、こう弾いたんじゃすごいこういう風に、ね、不便になっちゃいますから、こういう風に弾くようになりますね。こう、こういう風に外に弾いてこう打つってことになった。で、向こうからやってきてる力でもってこうカウンターを食らわせるわけなんで、小さな力でもちゃんと打撃を与えることができます。ですんでね、防御の型なんですよ。大体武術ってのは防御しつつ攻撃する、相手の力を使って、大体東洋の武術ってのはそういう感じじゃないですか。柔道でもそうですよね。で、なんか西洋型の格闘技ってどっちかって言ったら攻める方なんで、うおーってかかっていこうですよね。もう攻撃の型ばかりなんですよ。だからまあ、カウンターには結構弱いんじゃないかなと思います。その代わり、フットワークとかが進化して、相手の隙をついてこう攻撃できるようになってますね。常にこう動いていくことで、東洋の武術とかの場合はどっちかって言ったら守りですよね。向こうが攻撃しない限りこちらから仕掛けないっていう風な、空手に先手なしっていう言葉もあるぐらいに、まあ、向こうが攻めなければ攻める力を使ってこっちが交差法を仕掛けていくわけですからね、相手に攻撃を加えることがないと。で、パンチができた時はこう掴んで引っ張って打つ場合もあるんですよね。相手の力をさらに使ってとか、こういうふうにやってこう打つとかね、まあ、こういうふうにトレーニングしていけばだいぶ西洋と東洋の違いは分かるかなっていうところですか。はい、じゃあ今日はねちょっと軽くお話ししましたけども、今後の参考にしてあげれば幸いでございます。それでは。